リリは、イタリアのイタタアアのの統一運動時代の音楽家、作家、作愛国者。ロマン主義的文学雑誌、コンチリア・トーレに協力し、シルビオ・ペッリコ東国の要因となった。ピエーロ・マロンチェッリは1795年9月21日、教皇領の大都市フォルルに生まれた。5人兄弟の3番目の子供であり、 故郷で古典主義を学んだ後は、ナポリオ王国の首都ナポリに出て、ナポリ音楽院に入学、文学や音楽についてを学んだ。マロンチェッリを教えた人物としては、オペラ作曲家のジョバンニ・パイジエロや、ニコロ・アントニオ・ジンガレッリが知られ、また学友には、サベリオ・メルカダンテや、ヴィンチェンツ・オベッリーニなどがいた。これが、後の作家、音楽家としてのキャリアに結びついていく。 ナポリ留学中はフリーメイソンとの関わりを持ち、その結果1815年には弟のフランチェスコと共にカルボナリに入党した。ジョアシャンミュラの死後は故郷フォルリに戻り、その後ボローニャに拠点を移してサンテアゲリなどと文通での交流を持った。しかし、自由主義的な活動を展開していたことから父親にフォルリに呼び戻され、 ヤコブへの賛美歌などを反強制的に作詞作曲させられた。これは、現在の強皇量のキリスト教的国家体制に反逆の意思はないことを証明するためであったが、結局、マロンチェッリは捕らえられ、ローマのサンタンジェロ城に投獄された。数ヶ月後には、マロンチェッリは共犯者の名前を口に出すことなく、また自由主義、立憲主義的な思想も、 確固たる証拠が得られなかったため解放される。解放後は、パビアの音楽施設で働きつつ、アルカンジェロ・コレッリの伝記を出版することで生計を立てた。マタミラの移住後は、コンチリア・トーレにも執筆者にこそならなかったが総監に、積極的に協力し、後に共に逮捕されるシルビオ・ペッリコと出会っている。ナポリ革命が発生すると、マロンチェッは、ロンバルディアに点在する。 愛国的文学者と連絡を取って、イタリア諸法の連合を訴えた。また同時に、コンチリアトーレを創刊したことで最も有力な文学者の一人であったペッリコをカルボナリに誘った。ペッリコ自身はそれに、さほど興味を示さなかったものの、マロンチェッリが弟フランチェスコに宛てた手紙が、オーストリア帝国当局に発覚。その内容はペッリコのカルボナリニュートを示唆する、ものであった。 そのため1820年10月6日には、マロンチェッリは逮捕され、ついで、シルビオ・ペッリコも巻き添えを食う形で拘束された。その後二人は、ペッリコ・マロンチェッリ裁判で死刑を宣告されるも減刑され、それでもマロンチェッリには、懲役20年という、極めて厳しい刑罰が科されている。刑罰確定後、マロンチェリは、ペリコ同様に、 スピルバーグ要塞に収監され、そこでは厳しい刑務所生活の過程でガンを患い左腕を切断した。なお、1823年にはシルビオペッリコと再会。その後も東国生活は続いたが、マロンチェッリは左腕を切断してもなお立て続けに病に襲われ、体力的にも東国は不可能と判断され、結果1830年8月1日に、 御社の後釈放された。その後は、フォールリに戻るが、かつての自由主義的活動が、あだとなって、強行領からの追放を言い渡され、フランスに逃れる。フランス在住中は未だイタリアの動向を、注視していたが、病状の関係で、積極的に革命に参加することはできず、最終的には音楽を追い求めて、アメリカ合衆国、ニューヨークに渡った。ニューヨークでは、 ロレンツォ・ダ・ポンテなどと友好関係を築き、革命から離れて穏やかな生活を過ごした。1846年8月1日、マロン・チェッリは、ガン治療の際に切断した左腕の傷に悩まされつつ、50歳で死去した。ありがとうございます。